じゃん。皆さんこんにちは。今日の電気予報を始めます。今日はなんと電力価格高騰で電力契約先がないラストリゾートって何ということについてお伝えしたいと思います。イエーイはしない今日も。はい、ということでですね、はい、まず皆さんですね、今電気代本当に値上がりしてます。そしてですね、普通に電気新聞とか電気ネタでなくですね、新電力の倒産というニュース、まだまだね出てきていると思うんですね。私がですね1週間ぐらい前に、新電力倒産が咲いたというニュースをね上げたんですけれども、それからもですねまだまだですね新電力の、はい、契約打ち切り、さらにはですね今供給中のお客様供給をもうやめますといったねニュースなんか出てきてます。さらにはですね今ね普通の地域の電力会社さん、はい、大手さんですね、東京電力エナジーパートナーさんとかね、はい、いろいろそういった大手の電力会社さんの小売会社といったところもですね今新規の高圧の契約、特別高圧の契約等ですね受付をしていないんです。というのはですねなんでかというと、もう完全に逆ゼロ状態。前回のですね新電力倒産が咲いたというニュースでですね、新電力の利益構造をお伝えしました。はい、簡単に言うと電気を作ってそれをですね調達してお客様にちょっと利益を乗せて売るという構造なんですけれども、このお客様に売るという価格はですねなかなかそんな値上げとかねしないですね。皆さんの電気代ね基本的には毎月単価一緒だと思います。まあもちろん変動するものはありますよ。なんなんですけれども、このですね調達単価今非常に上がってるんです。でこれがもう逆ゼロになってしまって、電力会社さんも収支が持たない、キャッシュフローも持たないということで契約やめます、供給やめますというような感じになってるんです。大変な時代、もう電気代のことが本当に大変なんです。まあガソリン代も上がってますけど電気代もっと上がってます。ということでですね、今日はですね電力契約先がないでラストリゾートという言葉、これはですね南の島の話をしだしたわけじゃありません。ナナちゃんがなんとですねラストリゾートっていうのは電気止まりません、最終的には。なぜかというとですね、はい、失礼しました、ラストリゾートというこれ最終保証約款と言いまして、最終保証契約っていうんですね。で最終的に電気は切れないで送配電会社さんが実は供給してくれるっていう決まりがあるんです。なのでその最終的な供給を追っている、だからそれをラストリゾートっていうんです。つまりですね、例えばガルちゃんがですね、はい、ガルちゃん、はい、ガルちゃん、病院じゃあ行こうかなって言った時に、ガルちゃんがですね、お注射打つ時に暴れたとします。あ、ちょっとこの子はうち見れないですねって言われたとします。はい、A 病院。じゃあ B 病院は、はい、この子ちょっとね、暴れるから見れないですね。またたらい回しになります。ってなった時に、最終的に例えばね、はい、国のね、はい、ペットもどんなやんちゃくんも必ず見なきゃいけないって保証があった時に、そこに行くような、まあそういうようなイメージなんですね。はい、ということで、はい、まさにね、そのようなことが起こってます。まあ、つまりね、電気のあれですよ、生活保護ですよ、まさに、というようなことが起こっているんです。はい、でじゃあね電気のね仕組みもう一回お話ししますね。はい、そうすると基本的にね電力の構造っていうのは発電、送配電、小売ということで、発電する会社、送って配る送配電事業者さん、それから小売を行う小売電気事業者さんというふうに分かれています。そしてですね、まあ、発電はいっぱいありますね。はい、火力発電、まあ、原子力今止まってますけれども、だったり水力、大きい水力、それから太陽光発電、これもそれらに該当します。あとね自治体のね、はい、ゴミ発電だったりとかね、そういうのもね該当するんですね。はい、あと屋根太陽光ついてる方ね、まあ売電する方なんていうのはそういったところにもね入りますけれども、あとね送配電会社、これはですね地域に日本だとね9個のエリア、10個のエリアあるんですね、沖縄含めて。でそれは決まってます。はい、エリアの送配電事業者っていうのが決まってまして、はい、これはね地域の皆さんがしてる電力会社さんしかできないんです。例えば、北海道エリアであれば北海道電力ネットワークさんであったり、東北電力ネットワークさん、はい、東京なら東京電力パワーグリッドさん、はい、関西なら、はい、関西電力送配電さんとかね、はい、いろいろ沖縄までねあるわけで、でこれね皆さん、普通の方はですね多分ね東京電力、東北電力とかって言うんですよ。はい、なんなんですけど、実はいいですか、ここ大事なんですね。はい、この送配電会社というところとですね、
はい、この青丸のところと、こちらの発電と小売電気事業者、ここは一緒の会社になっていることがあるんですけれども、送配電の部分って分社化してるんです。ですからね、東京電力の場合は小売の部分っていうのは東京電力エナジーパートナーなんですね。で、送配電会社の部分っていうのは、はい、東京電力パワーグリッドという形で分社化してるんです。ですからね、実は私たちが電気の契約してるのはこっちの小売の方。で、送配電っていうのは基本は電線とかね、はい、鉄塔とかね、そういうものをね、変電所とか、はい、維持管理してくださってる会社なんですよ。あとは最終的な周波数調整、電圧調整ですね。はい、1分、もうこの瞬間的なね、電圧のズレとかっていうのも瞬間的に発電所に指示出したり、私たちの使う需要を見て発電所に指示を出してくれる。まあ最終的なその調整を行ってくれてるんです。まあですから最終的なその供給のバランスとっていうのは、実はこの送配電会社さんなんですけれども、ここは一応ね、はい、電線とかっていうのは公平性が保たれないといけないということで分社化しています。はい。で、まあ、東京電力と中部電力さんに関しては、発電もさらに分社化しておりまして、ここジェラっていうね、会社ですね。はい。火力単価をね、持ってる会社なんですけれども、あと他のエリア、関西電力さんとかね、そういうところに関しましては、発電と小売が同じ、関西電力っていう会社がありますね。あと、関西電力送配電っていう会社にね、分かれているわけなんですね。はい。ということで、はい。普段ね、小売電気というところで私たちで電気買ってるのは小売電気事業者さん。なのに、ラストリゾートは、この送配電事業者さんというのが供給するんです。おかしな話でしょ？こっちは供給なの、こっちは供給してくれるんです。っていうのは異常事態なんですね。はい。ということで、今、このラストリゾートの方が普通の小売電気事業者さんよりも価格が安くなってるっていう問題。さらに安くなってるというかですね、もうここしか契約がないっていう状態になってます。はい。今ね、高圧、特別高圧のお客様。つまりですね、50kW を超えるお客様。私たち家庭はね、低圧なんで、はい、大丈夫なんですけれども、はい、ビルとかね、はい、工場とか、はい、そういったところに関してはですね、今本当に契約ができなくなっています。で、一旦ですね、新電力の方がたくさん倒産しだしましてですね、ちょっと契約を、例えば再来月から供給できませんと言ったらですね、次の会社を見つけないといけません。で、通常であれば、もういろんな新しい新電力に切り替えるんですね。はい。なんなんですけど、今ね、受け付けてくれる新電力、もうないと思います。高圧に関してはですね。まあ、あるかもしれない。あるかもしれないけど、私の知っている限りでは、高圧今ね、受け付けてくれる会社ってないです。はい。ってなると、はい。エリアの電力会社の小売部門。ですから、東京電力ならエナジー、東京電力エナジーパートナー、関西電力さんなら関西電力さんとかにお願いするんですけれども、今ね、もうエリアによっては、はい、東北エリア、北陸エリア、九州エリアについてはですね、もうね、あ、四国もですね、はい、この四国電力さんとか、東北電力さん、九州電力さん、さらには北陸電力さんはもう小売部分は受け付けてくれないんです、高圧の契約を。ですから、通常の高圧の契約できないんですよ。ってなると、電気止まります。やばいですよね。オフィスビルの電気止まっちゃうんですよ。やばいんです。ってなった時に、最終的に供給義務を負ってるのがこの地域の送配電会社さん。ということで、はい。例えばね、はい、北陸のエリア、普通のもう小売部門、契約できませんから、はい。どこにね、はい、契約してもらえばいいかというと、この送配電で、東北電力なら、東北電力ネットワーク株式会社さんですね。で、北陸電力は北陸電力送配電。はい、四国なら、四国電力送配電。九州も九州電力送配電さん。ここに連絡しなきゃいけないんです。はい。で、これね、あっちから連絡くれるもんじゃなくて、需要家さんから連絡しなきゃいけないんですよ。ですから、ここじゃなくて、こっちに連絡しなきゃいけないんです。で、実はこれすごく大事なこと、知らないことが多いですよね。なんなんですけど、今こういった本当もう国の異常事態になっておりますから、資源エネルギー庁さんですね。経済産業省、資源エネルギー庁さん。はい、経済産業省の中にですね、電力ガス取引監視等委員会というものがありまして、ここがですね、いろいろ電気の
はい、電気とかガス自由化においてのですね、情報発信をしているんですけれども、その、はい、経済産業省資源エネルギー庁さんからですね、正式な、はい、発表が出されました。それがですね、超ショッキング。と、高圧、特別高圧での電気の供給先が見つからない需要家様、需要家の皆様へ契約先に関するご案内ということでですね、出てるんですね。はい、ということで、はい、契約見つからない。そして今契約してた、会社が倒産しちゃったという方、これ見てですね、すぐに送配電会社に連絡してください。で、10個のエリアに分かれておりますので、自分の住んでいるエリアのですね、はい、ところに連絡しなきゃいけないんですね。なので、はい、こっちの小売電気事業者がダメなら送配電会社に、供給義務というものがあります。これ最終保証契約、ラストリゾートというんですけれども、そこで、はい、供給がされますので、必ずね、連絡しないとですね、電気止まっちゃうから、はい、言ってくださいね。で、お問い合わせについてはですね、概要欄にですね、こちらのお問い合わせ一覧貼っておきますので、最終保証約款の申し込みをしてください。はい、北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、はい、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電、九州電力送配電、はい、沖縄に関しては沖縄電力。沖縄に関してはですね、すいません、分社化しておりません。ということで、ここ全部一緒です。発電、送配電、小売。なんでかっていうと、まあ、沖縄はですね、自由化しても自由化はされなかったからなんですね。島国ですか。なので、沖縄に関しては沖縄電力ですね。はい。というような感じになってます。はい。なんですけど、この最終保障約款。皆さんですね、これ、新電力に変えた時って安くするために変えたんですね。で、料金安くなってるんですよ。で、順番で行くと新電力が一番安い。で、次に既存のこういった大手の小売会社さん。そして、送配電会社さんっていうのはもう最終契約なんで割高なんですね。はい。まあ、つまりは普通だと料金滞納して、電気代払わなかったとかが既存の新電力に止められて、そういったところで最終保証約款になるので割高です。はい。ということで高いんです。はい。で、通常の、まあ、2割増しぐらいという感じなんですね。で、ただね、今この契約してくれたとしても割高だったりする。さらにはもう今契約してくれませんので、もうこのラストリゾートがベストなんですよ。っていう状況なんです。で、じゃあどんなもんなのかっていうのをね、ちょっとプラン見てみたいと思います。はい。これですね、東京電力で比較したいと思います。東京電力パワーグリッド、エナジーパートナーっていうのは、東京電力のこの小売電気事業者です。東京電力エナジーパートナーですね。小売。で、はい、失礼しました。で、こっちの、東京電力パワーグリッド。これが東京電力のこの送配電会社さんの方になります。で、これはですね、はい、エナジーパートナーからパワーグリッドに行くと、はい、見てください。基本料金と従量料金に電気代は分かれてるんですね。基本料金っていうのは使っても使わなくても毎月かかる料金。従量料金っていうのはキロワットアワー分だけ使っただけかかる料金。で、まあ、高圧いろんなプランありますけれども、まあ、通常のですね、はい、オフィスビル等に適用される、はい、業務用電力というものですね。はい。まあ、最も一般的な高圧のプラン。で、まあ、これより安いプラン。工場とかいっぱい使う方はもっと安いプランあるんですけど、まあこれ普通の高圧なので、まあ安い、普通の安いプランですね。普通のプランになります。で、基本料金1716円です。キロワットアワー。あ、キロワットあたり。なんで契約電力100だとしたら1ヶ月あたり、1716×100 ということでですね。いくらだ10万17600円か。みたいな感じになるわけですね。100kW の契約だと。まあ、利益率割引入るんで 15% 引きになりますけどね。なんでだいたい14万ぐらい。はい。なんですけれども、重量料金。重量料金っていうのはだいたい夏季と多季に分かれます。はい。っていうのは夏はですね、基本的に昔、電気たくさん使ってたんですね。まあ、今だとね、冬の方が使うって言われてるんですけれどもね。はい。で、夏の7、8、9の3ヶ月の単価と、それ以外の単価っていうのがだいたい違います。で、夏に関しては 17.54 円ですね。キロワットアワーあたり。はい。
で、その多岐は 16.38 円、まあ割安なんですね。はい、というような感じになってます。これが氷の通常のプラン。ただ、はい、パワーグリッドのこの最終保証約款に行きましょう。そうしますと、はい、なんと基本料金 1.24 倍の 2138.4 円になるんですね。はい、1.24 倍ですよ。はい、何もしてないのに同じ電気の質ですよ。はい、で、さらに重量料金も 1.02 倍ということで、はい、下記に関しては 17.97 円、そして多岐に関しては 16.77 円になるんですね。はい、これが最終保証約款ラストリゾートというものになります。ただね、今本当に、電気足りてませんね、日本特に。まあウクライナ問題とか言いながらもね、今ね実際はウクライナ問題起こってるけど入ってきてるんですよ、天然ガスとか。まだただね、6ヶ月遅れになるともっとやばいと思います。っていうのは実際のものが反映されるのはそれぐらいだから。だから今ウクライナで起こってる問題が日本に実物で反映くんのはまだ先です。ですから今からもうめちゃ値上がりしてるから、6ヶ月後どうなっちゃうんだって感じなんですけどね。だから電気代2倍になることも覚悟しておいてください。ちなみに今ね、これ今日は高圧の話、高圧、特別高圧なんですけれども、ただね、低圧に関して、家庭用に関してもですね、契約できる会社は非常に少なくなってます。ですから、まあ電気代値上がりというのはですね、はい、いずれもう近い時に来るかと思いますので、電気代対策というものをしっかりするようにしましょう。はい、ということで今日は、はい、最終保証約款ラストリゾートについてお伝えしました。今日の電気を終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃーい。電気代爆上がりするよー。